今日道内では3人の死亡と、札幌で3,229人、函館市で345人など、合わせて6,065人の感染が確認されました。道内で6,000人を超えるのは3日連続で、先週の日曜日に比べおよそ2,000人増えています。函館市は345人で過去最多を更新し、札幌でも過去2番目の多さとなっています。 病床使用率は昨日現在札幌市で38.9%北海道全体で26.8%と上昇を続けています